皆さんこんにちは、 B レジェンド染田です。皆さん大変お待たせいたしました。 B レジェンドプロテインウォーターですね。以前ね、プロテインウォーターのブラッドオレンジ風味っていう商品がね、こう弊社のね大人気な商品であったんですけれども、そちらがね一度ちょっと完売してしまって、その機会にねちょっと味をねリニューアルしようっていう形で一新いたしましてね、そちらのね新作のねフレーバーがね完成いたしましたんで、ご報告させていただきます。こちらですね、ディン、プロテインウォーター蜂蜜レモン風味ですね。このプロテインウォーターなんですけれども、結構ねどういった時に僕利用するかっていうと、例えばプロテイン取れない時って多分外出してるとあると思うんですけれども、カバンとかにねこう1本忍ばせておくだけで、これ1本でねタンパク質がね約 21g 取れるんで、そういったね外出先とかでもプロテインを切らす心配なく、いつでもねどこでも気軽にねこうタンパク質摂取ができるっていう部分がすごくねおすすめのポイントになります。でさらにね、他のおすすめポイントとしたら、WPI のホエイプロテインを使ってまして、ラクトクリスタルっていうのを使っておりますんで、非常にねタンパク質の純度が高い商品になってます。でさらにね、通常の WPC のプロテインとかを飲んで、お腹がね緩くなってしまうお客様おられるかと思うんですけれども、そういった方って乳糖不耐症っていうお客様になるんですけど、プロテインウォーター乳糖がねできる限りカットされておりますんで、そういった乳糖不耐症のお客様にも飲んでいただきやすい商品になっております。でこのスペックなんですけれども、これ1本飲んでエネルギーがだいたいね101キロカロリーで、タンパク質が 20.9g で、脂質がね 0g、 炭水化物が 3.3g で、食塩相当量もね 0g ですね。スペック自体非常にね優秀なねスペックになっておりますんで、例えばねそういう乳糖不耐症の方も飲んでいただきやすいですし、ダイエットとかで脂質とか取りたくないよっていう方なんかにもすごくおすすめできる商品になっております。中にはねプロテインパウダーをシェーカーに入れてジムに持っていくのが面倒っていう方、うちの会社にもいるんですけど、そういったね方なんかにもすごく便利に利用していただけると思うんでね、ぜひこの機会にね試していただければと思います。それではね早速新作蜂蜜レモン風味のね飲んでいきたいと思います。いただきます。開封。おー、あ、すごい蜂蜜のいい香りがしますね。以前出してた WPI の蜂蜜レモン、同じ香りがしますね。実食いただきます。うまい。あ、かなり飲みやすいですね。味もね以前 WPI で数量限定で出してた蜂蜜レモン、もしかしたらご存知じゃない方もいるかと思うんですけど、あれすごくね大好評だったんですけど、それに近い仕上がりにねなってますね。冷やしたプロテインウォーターなんですけど、冷やすと多分より美味しく感じることができると思います。あー美味しい。以前ブラッドオレンジも結構好きな方だったんですけど、個人的にはブラッドオレンジよりこっちの蜂蜜レモン風味の方が、蜂蜜レモンのね香りが口に残ってね、すごく後味もいいかと思います。より飲みやすくなってるなと思って、僕はこっちの方が好きです。で気になるこちらプロテインウォーターの値段なんですけれども、1本ですね298円で、24本入ったこのセット売りですね、6980円になります。どんなシーンでもねこうタンパク質を切らすんで心配がなくなりますんで、ぜひね家にストックしておいていただくとね、だいたい1年ぐらいね持つようになっておりますんで、災害とかがね起こった時なんか、電気が止まったりね水が止まっちゃったりした時なんかも手軽に取れますし、
そういった時ってね、結構食事とかインスタントのものとかになっちゃって栄養がね偏ってしまうかと思うんですけれども、まあ、こういったものがねあれば手軽にねタンパク質補えるかと思いますんでね、ぜひストックしていただければね、そういった心配もなくなるかと思いますんで、そういったね使い方もしていただければと思います。プロテインウォーター新作蜂蜜レモン風味ですね、飲んでみたいと思った方はね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ぜひねこちらの蜂蜜レモン風味、在庫なくならない前にお試しいただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。